さあ、リーさん、はい、もう一対決ちょっとしてもらいます。そうですね、まあ今1勝2敗になったわけで、うん、ハワイリュージといえば、はい、サッカーなわけでしょ。まあそうですね、じゃあ対決にサッカー関係者を入れないと、はい、まあちょっと、いやまあそうです、何をやってんだって話になるので、はい、ようやくじゃあ僕の、あのホームに帰ってこれたわけですね。そうなんです。で今回の相手もサッカー経験者、両方ホーム、いやもう負けないですよ、うん、サッカー経験者ですよね。そうです、こっちはやっぱプロで22年間やらせてもらって、そうです、それは対決してもらおうと思いまして、はい、ご用意しております。あちらの部屋でございます。はい、女子女性、はい、サッカー部です。サッカー部、まあサッカー部はじめまして、お願いします。お願いします。何年間やられてたんですか？2年くらいです。じゃあ今でもボール蹴ろうと思ったら蹴れますか？蹴れます。お、これは楽しみですね。俺も蹴れますよ、うん、もちろん PK 対決とか。あー、なるほど。ちょっとできるかどうか聞いてみましょうか。はい、上野さーん。上野さん、上野さんなんだ、ここも。あ、呼びました。上野さん、上野さん、どっか室内でボールが蹴れるとこって今ないですかね。室内でボールアリーナっていうものがございまして、うん、そこがもし使われてなかったらちょっと使えますけども、もしそのフットサル場をちょっと使わせてもらえるのであれば、あ、ちょっと今、じゃあ、はい、すみません、少々お待ちください。さあ、リーさん、はい、ホームでございます。サッカー対決、ようやくね、帰ってきましたよ。市原さんと PK 対決をします。はい、PK 対決、リュウジさんが勝ったら、はい、エゾデンに加入していただきます。うん、わかりました。はい、じゃあ、もし市原さんが勝ったら、河合さんにやってほしいことは何ですか？入会お願いします。はい、よろしくということで。負けたら、はい、ちょっと入会しますと、はい。さあ、PK 対決というのは、ゴールキーパーがいります。ゴールキーパーはこちらでご用意させてもらいました。はい、上野さん。また上野さん、ゴールキーパーお願いします。わかりました、お願いします。市原さんは、ここにしましょう。はい。この、ちょうど真ん中辺ですね。3本対決です。じゃあ行きますよ。ピーッ、はい、おおおおおおおなかなかいいシュートを打つじゃないですか。よく取れましたね。川口1本目いきます。もちろんピーッ。ちょっと隅で挙手になったんですけど、ダメでしたね。狙いすぎちゃった。ちょっと、はい。今のスピードはどうでした？取れそうですか？では市原さんの2本目です。お願いしますよ。してますよ。スピード。うわ、これは追い込まれましたね。ちょっと、さあ、川井隆二の2本目です。いきますよ。ピーッ。マジで外した。マジのやつ。これはマジのやつ。市原さんがこれを決めると勝ちです。じゃあ、3本目いきます。ピーッ。そうですね。サッカー対決も負け？市原さん、勝利です。勝利でございます。いや、だって、うまかったっすもん。上手だった。さあ、約束は何だったんでしょう？ほのかに入会。はい、そういうことでございます。今日しますね。うん、はい、今日します。お願いします。手続きじゃあ市原さんにしてもらって、じゃあほのかの方を気になった方はほのかでチェック。そうですね。河合隆二の新アンバサダーのことについて気になった方はエゾデンでチェックを。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、市原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
皆様、本日最終戦ですが、エゾデンへの切り替えはもうお済みでしょうか。チームの強化資金になるので、皆さんぜひ切り替えお願いします。